はい、サブじゃ踊ります。はい。いやタイミングめっちゃあったじゃん。いや合わせてる。ちょっと聞こえんの？聞いてるよ。あ、ちょっと聞いてるんだ。いや、そうだね。今日の動画だからね、これ、わかる？この、これがね、コーラを引っ張る動画今編集してるんだよね、さっき撮って、はい、でも、あと何分かで家出るからね。うん、そう。でも、サブちゃんを撮ります。聞こえなかった。結構僕の、ただの趣味なんですけど、たまーになんかこう、移動とかで、その、なんかタクシーに乗るタイミングがあって、そういう時になんか僕音楽あんま聞かないんで、タクシーの運転手さんとなんかお話しようと思って、なんかこう絶対に聞く質問があって、タクシーの運転手やっててなんか怖い体験したことありますかってよく聞くんですよ。結構皆さん一つは話を持ってて、最近で一番怖いなと思ったのが、タクシー乗ってきた人が、まあ、新宿かなんかに、夜中の1時ぐらいにその新宿で女の人を乗せたらしいんですよ。今60歳ぐらいの運転手だったんで、まあ10年以上前って言ってたんで、まああれですけど、で女の人が乗ってきて、で、栃木かなの日光にあるなんかそのなんとかの滝のに行ってほしい。で、あ、これロングだって。長距離走るからすごいお金高くなるし、これやったなと思って、車発進させて、じゃあ上でいいですかって、まあ高速使っていいですかとか、まあ下にしますかみたいな聞いたら、あ、高速でいいです。で、じゃあ高速乗っていきますねって言ってて、ふと思ったら、その滝、確かになんか観光の名所であるらしいんですけど、その、そんなこと言ったって、1時に出たら着くのが、まあ、なんですか、4時ぐらいだったりするらしくて、なんか時間的にその付近で降ろしちゃったら周りに何もないから、その手前になんかこう人がいるようなところに降ろした方がいいですかみたいな聞いたら、いや、その滝のところで大丈夫ですって言ってて、で、まあ、でも4時ぐらいに着いちゃうんで周り多分街灯とかもないですし危ないですよみたいな話してたら、なんかその女の人が、いや大丈夫、大丈夫です、大丈夫ですってずっと言ってて、なんでじゃあ4時に、そこ4時とかにそこに行く必要があるのかなって思ってこう聞いたらしいんですよ。なんで4時に、4時そんな朝早くにその滝のとこ行ってなきゃいけないんですかって。そしたらその女の人が、いや大丈夫です、いやなんか変な人もいるもんだなと思って、そのタクシーの運転手をそのタクシー走らせて近く、そのもうその滝、有名な大きい滝の近くまでこう来たらしいんですよ。で、この先行ったところになりますけど、本当にもうこの先はもう人あんまいないですけど大丈夫ですねって後ろパッと振り向いたら、その女の人はもう裸足でタクシー乗ってたらしくて、もうゾッとして、タクシーの運転手の方は、あ、ちょっとでも一旦道間違えちゃったんでこっち側寄りますねって言って交番の方に行って、すいませんって、多分自殺をしようとしてる人が乗ってますみたいな感じで、交番に行ったらしい。聞いた？いや、本当に聞いてない。本当にやばいな、時間が。どうも。いや、でも、うん、僕もそういう経験あって。どういう経験？いや、タクシーの運転手に怖い話されたことは別に何も言ってないの。聞いてないのに。俺聞くじゃん。うん、俺本当にされん、うん、怖がらせようと思ってさ、うん、タクシーって右側が運転手でしょ、うん、で、一人だけ今までで一人で乗ってくるのに右後ろに座る人がいるんだって。ああ、はい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 。後ろ見えない、うん、基本的にタクシーの運転手はこうやってハンドル切っててさ、うん、斜めだね。で、左から乗るように作られてるから、うん、左後ろに座るのにその人だけ右後ろに座ってたんで、怖いじゃん、うん、普通に、うん、で、高速乗ってたら、うん、せんべい食わせてきた。怖い、無理やり。あ、第2位があって、ほんと強靭の話なんだけど、それタクシー乗ってきた女の人が車の中で髪切ってたっていう話。いや、怖いな。
はい、こんな感じです。サブちゃんめっちゃ夜遅くに出します。ちょっと止めに行くのめんどいな。